一つ息を吐きました千代の国。相撲になりました。柴田山さん、一旦開脚してしのぐという瞬間もありました。まあそうですね、まあ、千代の国が、しぶとく今日は何が何でも勝ってやるぞというそういうね気持ちの強さですよね。はい、まあ、反対に高安はやっぱりちょっと中途半端な相撲ですよね。カド番の高安が3日目に敗れました。これで2勝1敗。最後この土俵際、先にやはり落ちています高安。